97式 7mm7 固定機銃は、大日本帝国海軍が開発、配備した航空用機関銃。主な採用としては96式艦上戦闘機や0式艦上戦闘機の胴体内に固定装備された。01052型の操縦席写真。車爆症純機の左右に機銃の交尾が見える日本が輸入した、イギリスの服用戦闘機に搭載されていた。 ピッカーズ E 型 7.7mm 機関銃のライセンス生産版である、ミリメ 7mm7 固定機銃の改良型であり、非式の派生型には、1型、2型、特に型、2型改め2、3型改め1が存在し、昭和12年に、3型改め1が97式 7.7mm 固定機銃に、 解消された、同じくビッカーツ E 型を原型とした陸軍の89式固定機関銃とは同口径であっても使用する弾薬が異なる。弾道特性は有料であり、ベルト球弾であることから蛍光弾数も弾装式に比べて多量であった。初期生産型の冷戦では 20mm 弾の蛍光数が片側の翼に弾装式60発を収容したのと比較し、 7 7ト、mm、ル弾は、胴体内に700発を傾向した。坂井サブローは2 0ト、mm、ル機銃と、本銃を比較し、弾道特性と傾向弾数に優れると評価している。方向初速は、秒速7 4 5ル、発射速度は950発毎分を発揮した。ただし、プロペラ同調装置を介した場合は、600発から700発毎分となった。高度5 0 0 0ル。 飛行速度時速 555.6km で打ち出された弾頭は以下の病児で飛翔し弾道が引力に引かれて下がっていった。ありがとうございます。